けましなんかトドみたいなのがよく見たいな開けましなんかトドみたいなのがよく見たいな、まあ、あくまでも東京都としてこの特定の地域に人口そして産業が集中しているという点についてがあのこれからの会議を開くにあたっての議題となっていることを承服できないということで平行線になり、まあ、結論とすればあの知事会の方でこの点について東京都は賛同をしなかった。東京の集中問題を議論することは良いことだ。それに対して東京は承服をしないって。それは何なの？46の県知事と一緒に知恵を絞るのが47全国知事会。そんなこと当然じゃないか？パイの切り合いをしても、切り方を変えてもですね、発展を望めないと思います。むしろいかにしてパイを増やすかを今議論すべきなのではないでしょうか。あそこのコミュニティはちょっとあの違う色合いだなということを強く感じたところでございます。全体のパイ拡大といったって30年以上マクロの経済対策やってきてダメなんだ。だから知事レベルの議論をしっかりとやろうということ。県知事とはコミュニティが違うって、そんな差別的なことを言うなよ。東京都知事、おかしいのじゃない？開けまし、なんか、トドみたいなのがよく見たいな。開けまし、なんか、トドみたいなのがよく見たいな。